パニック。パニックとは、個人、または集団において突発的な不安や恐怖、ストレスによる混乱した、心理状態、またそれに伴う錯乱した行動を指す。強行とも言う、動物の動志行動に関しては、暴発行動とも呼ばれる。パニックの定義としては、スメルサーによるヒステリー的信念に基づく、集合的な闘争。 ラングによる極端な利己的状態への集合的な対抗、佐藤達也による突然発生した予期しない恐れで抵抗不可能なものであり、多くの人々が同時にそれに影響される状態で多くの場合闘争や混乱が見られる状態というものがある。パニックの脅威は1942年11月28日にアメリカ合衆国のボストンで500人近い死者を 出したによって、広く知られるこ,とになったこの事件については大惨事を引き起こした原因や責任の所在が解明できないままパニック説がスケープゴートにされたに過ぎないと見る分析もある一方やがて災害そのものよりも災害による群衆のパニックこそが最大の脅威であるという認識が時にはパニックに対する誤った誇張や過剰な恐怖心を交えつつも 一般的な社会常識として広く共有されるようになる。一方、常識として広まったパニックのイメージには、課題評価や、後の研究で否定された内容に基づく誤解もあり、誤解に基づいた、避難誘導が逃げ遅れを誘発したり、逆にパニックを拡大させたりといった不適切な対応につながる場合もある。詳細は、パニックに対する課題評価と正常性バイアスを参照。 語源は、ギリシア神話の神、パーンにちなむ。古代ギリシアの人々は、家畜の群れが何の前触れもなく突然騒ぎ出し、集団で逃げ出す現象について、家畜の感情を揺り動かす見えない存在が、牧神パーンと関係していると考え、これをパーンに関係するもの、イコールと呼んだ。古代ギリシアでも、すでに語源俗解がなされ、神話上の物語がいくつか伝わっている。 例えば、魔人、トゥーポーンが神々の集うオリンポス山に出現した際、神々は恐れて動物に化けて逃げ回ったが、パーンは強行のあまり、上半身がヤギで下半身が魚という姿に化けるという集体を出し、これがパニックの語源になった、などである。近代以降は人間や動物の集団を突然襲う強行状態をパニックと呼ぶようになり、 やがて群衆心理にとどまらず、個々人の強行状態や心理状態をも指すようになった。今では心拍数120を超えるとパニック状態と判断される場合がある。動物の場合、脳の処理能力を超える状況に陥った場合に人間のパニック状態同様の非論理的な行動が見られる。例を挙げれば室内に閉じ込められた鳥が出口を求めて、 窓ガラスや壁などに体当たりをする行動や、ネズミが川へ群れで飛び込む、集団行動、罠にかかった動物が傷つくのも意図わずに暴れ回る行動などがある。人間にしても動物にしても強いストレスのもとで衝動的な行為を起こした場合、偶発的にでもストレスのもとから逃れる可能性が生じるため、このような緊急的な行動様式が発達したと考えられてる。 パニックによって引き起こされる衝動的な行動は、目前の火災や頭上から崩れ落ちてくる岩石群といった危険ものからいち早く逃れようとする場合には一定の効果が見られるわけだが、特に集団的なパニックが発生した場合や、本来は危険度が低い現象であるにもかかわらず、強いストレスを受けて、パニックを起こした結果、被害が拡大するケースも見られる。火災による パニック状態では、天ぷら油火災の際に、鍋の中で火柱が立っている。まだ周囲への炎症はない状態にて、消火器の使用を思いつかず慌てて、水をかけてしまう人は少なくない。この場合は、油が燃えながら飛び散るため、被害が拡大する事故が報じられている。また、ビル火災では、一見をして、開けるように見えるが実は引いて開ける。 扉の前で人が折り重なって死んでたという事例がある。押して開かなければ、普通は引いてみるところであるが、火事でパニックになっているため必死で押して、開けようとしているうちに煙に巻かれたのである。集団的なパニック現象が発生した場合、個々が先を争ってその場から逃れようとするのが一般的だが、そのような一定集団がパニックに陥りやすいケースでは、 危険状況の発生が広範囲に及んでいる場合が多い。このような場合、無理に移動しようとすると、他のパニック状態にある被災者同士で衝突したり、踏まれたりする現象も起きやすく、事実そのような事態によって死傷者が発生しているケースは多い。とはいえ、パニック状態に陥ると、火には水をかける、押して、開けるように見える扉は押す。 とにかく今いる場所から逃れうとするといった一種反射的な行動に駆られがちなのも事実である。また地震等の災害発生時には屋内で家具や調度品等の倒壊を目の当たりにしてパニックに陥った際にとにかく頭上に何もない屋外に飛び出したいという衝動に駆られることが知られているが今日の都市部では高層ビルの窓ガラスや外壁に用いる建材などが ビル周辺部に降り注ぐ現象が起きやすいとされる。これを考慮に入れず、とっさに屋外へ飛び出して、それら落下物の犠牲となるケースも報告されており、特に補強の入った屋内にいる場合は、外に飛び出さなかった人の方が安全な場合が多い。また、日本家屋では、河原の落下や塀の倒壊に伴う事故が報告されている。今日では、 このような緊急事態における適切な行動の情報が多く出回っており、またそのような緊急事態が発生しやすい環境、地域では一定の訓練を繰り返すところもある。このような場合では、緊急事態を模擬的に体験することで、そのような事態への耐性を高め、パニックによる事故を未然に防ぐ効果があるとされている。事実、それにより、被害を 最小限に食い止めた事例は数多い。パニックは正しい情報を得られない状況に陥った人々が冷静な判断力を失った時に発生する。こうしたパニックが発生する状況にはいくつかの必要条件がある。それはまず群衆が差し迫った脅威を現実のものとして実感していること、何からの方法によってその危険から逃れて助かる見込みがあると信じられている。 しかし確実な脱出が困難であり、他の脱出者との競争に勝たなければ生き残れないかもしれないという危機感が集団の間に広がること、そしてコミュニケーションが機能せず全体の状況を把握すことができなくなることといった条件である。これらの条件はいずれも実際の状況がそのようなものであるかどうかに関係なく、人々の主観的な思い込みだけで引き起こされるが、 条件のうちのいくつかが成り立たなくなれば、パニックを防ぐことができる。一方、火災などの差し迫った脅威から助かるために争って、出口に殺到することが、たとえ理性的に判断したとしても唯一の合理的な生存手段となる状況で、そのような避難行動を取ったことによって助かった成果が、避難行動のせいで生じた犠牲を上回るような場合、 このような集団行動をパニックと呼ぶことに対しては異論がある。ただし生存者が少なく現場の損傷が激しいような場合、そのような避難行動が合理的な判断に基づく行動であったかどうかは判断が困難な場合もあり、折り重なった遺体の状況からパニックが起こったと安易に結論付けられてしまう場合もある。第一には生き残りの可能性がない場合には、 パニックは起こりにくい。一般にパニックは危機的状況にある閉鎖的な空間で発生しやすいと思われている。だが完全に逃げ場がない閉鎖的な空間においては実際にはむしろパニック状態には陥りにくいことが知られている。例を挙げれば過去の大規模な航空機事故発生時には逃げ場のない機内で乗客は強いストレスにさらされながらも 一定の理性を保っていたという報告がなされている日本航空123便墜落事故などパニックに陥り搭乗口をこじ開けて機外に飛び出したなどの事例は極めて少ない航空機事故の他にも潜水艦や宇宙船鉱山での港内事故などではパニックが起こらないことが知られているこのことは危機を逃れる可能性がたとえわずかでもある場合にこそ人は 何としてもそれを達成しようしてパニック状態になることを示唆している。他人と争うことで生存できるという見返りがあるのなら人は利己的にもなるが見返りがないのなら争う動機が生まれない。航空機事故の場合、すでに搭乗者は死を覚悟しているためにパニックは取りにくい、助かるのは偶然の結果に過ぎない。次に、 十分に訓練された集団ではパニックが発生しにくい。これは十分に訓練を受けた個人であっても同様だが、特に集団では危機的状況でも速やかに各人の役割分担がなされ、全員が全員で同じ行動に走り、結果パニックに陥る事態が防止される。また、各々が割り当てられた役割を果たすことで危機的状況が引き起こすストレスを軽減できる。 強度のストレスにさらされた人間の脳は、より衝動的な考えが、支配的になるが、このストレスを軽減できれば、結果として、理性的な行動を行いやすいという理屈である。第三に、集団中に、一定の権力や威厳といったヒエラルキーが存在する場合も、パニック状態が抑制されやすい。上位の存在が真っ先にパニックを起こす集団では、 むしろ集団全体のパニックが増幅され、悲劇的な結果に陥りやすい。よって、上位存在が良かれ悪かれ一定のリーダーシップを発揮している限り一定の安全性が保持され、パニックによる集団の被害は軽減すると言えよう。特にリーダーが適切な判断を下す能力があれば、その集団が危険を脱する、可能性は格段に向上する。興味深い事例としては、 1980年8月14日に、富士山、吉田口の9号目付近で発生した落石事故が存在する。夏山シーズンで、降落登山者が多かったため、下山中の登山者らは、背後から落ちてきた岩に当たりパニックから斜面を、滑落したりして、死者12名、負傷者29名に上る惨事となった。この中で、ある、子供連れの家族は父親を先頭として、 落石方向に生体して一列になり、この落石の矢表に立った父親の高齢一家、転がり落ちてくる眼界を右へ左へとかわし続け、全員が無傷で下山したというものである。このほか、視認性の高い安全経路情報の提示や、他者からの誘導がある場合も、パニックが起こりにくい。なお、災害に対する不安や危機感がなかったり、 避難するよりもその場に止まった方が安全であるという認識が広まると人は避難行動を開始しない。その場合、危機が本当に差し迫ったものであると結果として人々が逃げ遅れてしまうこともあり得る。例えば1981年10月31日に神奈川県平塚市では手違いにより東海地震に備えてあらかじめ用意されていた 地震予知により間もなく大地震の発生が予想されるので警戒せよという胸のメッセージが誤って防災無線から放送されてしまうという誤報があったが、その放送内容は群衆のパニックを抑えることばかりを意識した周りくどいものであったため予想されていたパニックは全く起こらなかった。 しかしこの誤報は80%の市民には届かず、何らかの形で耳にした人でも真に受けた人はわずかに3.9%、半信半疑だった人も10.0%に止まり、大多数の市民は聞いても無視するか信じず、さらに誤報の内容を真に受けたわずかな人も、そのうち60%以上は何ら具体的な行動を起こさなかった。安全な場所に避難したのは1%にも、 達しなかったという。この放送では確かにパニックこそ起きなかったが、避難を呼びかける放送としては毒にも薬にもならない、ものであった。パニックによって引き起こされる脅威の大きさは、社会常識として広く知られており、しばしば映画やテレビドラマなどのフィクション作品では、パニックに陥って錯乱する群衆の姿が、凶暴かつ残忍に誇張されて描かれる。その一方、 こうしたパニックの脅威は過大に警戒され、過ぎているという主張もある。広く浸透した社会常識では、地震や火災などの災害に巻き込まれた群衆は、多くの場合においてた安く、パニックに陥るものであると信じられているが、実際は、ほとんどの場合でパニックは起こらない。このような場合、多くの人間は、呆然としてしまって、行動を起こせないことがわかっている。さらに、 人間の心理には正常性バイアスと呼ばれる目の前の異常事態に対して平常心を保とうとする精神の働きがあり、これが過剰に作用すると差し迫った危険の大きさを理解できずに過小評価してまう。こうした結果、直ちに避難を開始しなければ、生命に関わるような差し迫った危機を前にした群衆が様子を見ているばかりで避難しようとしなかったり、記念撮影に興じたりするなど、 過剰に落ち着きすぎていて客観的な判断を欠いた行動を取ってしまうようなことがある。向上的な避難訓練を受けていない人間が差し迫った危機に対して適切な行動を取ることができず理性を欠いた集団行動を取ってしまうという経緯だけを見ればパニックに陥った集団も正常性バイアスに支配された集団も同じである。しかし正常性バイアスの脅威と比べて パニックに対する過剰な恐怖心は人々の間に広く介在している。時には災害そのものよりも集団のパニックを抑止することを優先した対処が裏目に出て危機感が共有されず群衆が火災などの災害から逃げ遅れて被害が拡大した事例も知られている。例えば1977年5月28日にアメリカ合衆国で164人が死亡したはそうした例で 従業員から単なるぼやであるという呼びかけがなされた結果、人々はリラックスしたままゆっくりと避難を開始、席に着いたまま談笑したり飲み物を飲んだりしていた人々も多かったが、そうした人々はそのまま煙に巻かれて犠牲となった。また1903年12月30日にシカゴで602人が死亡したでは、施設側から火災ではないという情報隠しがされたが、 避難が遅れていた人々が火災に気がついてから一気にパニックが起こり多くの人々が錯乱した群衆に踏み倒されて圧死した災害そのものよりもパニックの方が恐ろしいとする主張もある一方でパニックよりさらに恐ろしいのはパニックへの過剰な警戒心が引き起こす情報隠しであるという主張もある2011年に日本で起きた 福島第一原子力発電所事故では国民がパニックを起こすことへの過剰な警戒心から放射性物質の拡散状況を被災地の人々に提供すべきではないという判断がされ政府による情報の公開が遅れたこのような災害の情報をまさしく知らせれば必ず大きなパニックが起きてしまうといった先入観はパニック神話などと呼ばれて批判の対象ともなっている 同一空間上の集団の中で、痙攣、歩行障害、動機、失神、過呼吸や呼吸困難、または、突然叫び出すなどの興奮や抗骨状態といった、パニック障害やヒステリーの症状が、集団内の一人を発端として、多数に連鎖する現象として、集団パニック、集団ヒステリー、マスヒステリアと呼ばれるものがある。集団パニック、集団ヒステリーは、 他人への同調のために起こり、特に子供や若い女性の間に起こりやすい。例えば保育園で例祭児の一人が泣き出すと、みんなが泣き出したり、大人でも誰かが何かのきっかけで笑うと、特に理由はなくとも、みんなが笑い出すというような現象が見られるが、これらと同じものだと考えられている。症状は、過呼吸、興奮、意識障害、電波系を含む暴言や幻覚などで呼びかけにも、 反応が鈍くなる場合がある。集団パニック、集団ヒステリーは、心霊スポットと呼ばれる場所で起こりやすいため、修学旅行などで、戦争の舞台になり、多数の死者が出たような場所、例えば、沖縄の伊原第一月下号、伊藤和号、姫百合の塔などを訪問する場合には、引率する教師は、非常に気を使うという。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。